How's it going? Today we have a very special interview with Ichimiya-san from Sungets Japan, which is a Japanese toy company that specializes in kaiju, which is Japanese monster toys. So, ですね。日本のファンの人っていうのは、やはり、まあ、ウルトラマンとかの怪獣のソフビのファンっていう人が多いんですけど、おそらく、アメリカのファンの人っていうのは、まあ、怪獣でもあるけれども一つのキャラクターとして、見てその形とか色とかが面白いとかっていうことに興味を持ってくれてるんじゃないかなと思います。まあキャラクターによって違いますね。まあ怪獣的なキャラクターと、でこういう、スイコっていうキャラクターと、まあ、このメメメラっていうキャラクターとでは作り方はちょっと変わってはきてるんですけれども、基本的には自分の中で面白いと思ったものを、形にしていく。で面白いと思ったことも一つじゃなくて、作りながら三つ四つのアイデアを合体させて一つの形にしてるみたいな感じですかね。それはフェイマス。いや誰でもいいと思うんですけどね。基本的にはウルトラマンの怪獣のデザインをした成田徹っていう人と、あとは妖怪のゲゲゲの鬼太郎とかの、水木しげる。でまああとはその後にするのはおかしいんですけれども、岡本太郎とかその辺ですかね。まずは怪獣って日本だけだと思ってたけれども、アメリカの方も怪獣好きがいるっていうことはまず嬉しいっていうのが一つですね。で一番初めの質問みたいに、それがまた微妙に全く一緒の好き、まあ同じ好きだけれどもアメリカの人の好きと日本の人の好きが違うっていうのが非常に興味深いと思いますね。にゃー